はい、ではですね、クリエイターズトークの、インタビューを始めたいと思いますけども、今日はですね、京都でご活躍されている、ピアニストの片山さんに、来ていただきました。こんにちは、どうも。こんにちは、よろしくお願いします。で、まあ、いろいろとね、あの片山さんご自身がもう YouTube にいろいろと作品を発表されたりとか、あの、まあ、いろいろご活動されているのも私も拝見しまして、で、あの片山さんがね、あの YouTube でいろいろと演奏されているの、あの何本か出てるの僕全部あの拝見したんですね。ありがとうございます本当素晴らしいっていうか、もうなんかすごいなと僕は思ったんですが、まず最初にね、その片山さんが、一番最初にその音楽を志すようになった、まあ、きっかけとか、そういったところからちょっと話を聞いてみたいなと思うんですが、はい、いかがでしょうか。志すきっかけっていうのを正直覚えてはいないことなんですが、そうなんです。2歳前から、両親がどちらともあの音楽関係の仕事についていることもあって、あ、そうなんですね。そうなんです。ずっとあのヤマハ音楽教室に通っていたんです、リトミックっていう音の遊びから、音楽を楽しむようなコースから始まってたんですけれども、なるほど。そこで、でずっとあの見てくださっていた先生が、5歳ぐらいの時にピアノの個人指導を受けませんかっていうふうに誘ってくださって、そこからそうですね、ソロでのピアノの練習が始まっていくことになりました。なるほど。そうですね。でもうピアノ弾くことが当たり前の人生を歩んで来てしまったってあれなんですけれども疑いなくね。そうなんです。なのであのしなければならないっていう気持ちもなかったですし、なんかあの練習しなさいっていうことを言わない親だったので、のびのびとあの育ってきましたね。それで、あのそうですね、もう音楽嫌いになることは一切なく、ピアノの練習も嫌になったことはなく、で気づいたらもうあのどんどんと先生方が力を入れてくださって、音楽の道に進ませていただいているっていう状況ですね。なんかね、あの普通に考えたらね、すごくこう、まあ、練習がこう厳しかったりすると、それで嫌になったりするっていうこともあるかなと思うんですが、そういうことがなかったっていうのはすごいなっていうか、やっぱりその天性というふうな何かものがあったんでしょうかね。そうですね、もうなんでしょうね、あの母があの調律師なんですが、ピアノを弾くのもすごく好きなんですね。で小さい頃からあの母がピアノを弾いているのを横取りして練習するっていう状況でして、なのでおそらくその母から横取りして練習したいっていう気持ちも相まって、ずっとあのピアノの前に座っているっていう時間がすごく長かったんです。でそれで余計に練習っていうものが嫌なものっていうイメージが全くない状況でして、でヤマハに入ってからその、あの個人のレッスンしてくださってた先生は、もう本当にあの女神様のような、見た目もそうなんですけど中身もすごくあの優しくて温かい方で、あの怒られたことが一回もないんです嘘みたいなんですけど、そうなんです。で、そこから中学生ぐらいに上がった時に、またあのグレードアップした演奏の仕方を学びたいということで、他の人にもあと習わせていただくことになったんですが、その変わり際っていうのはやっぱりこう専門的に、練習方法を変えたりとかっていうことが出てきたので、その瞬間だけはちょっと苦しい時もあったんですけど、でも結局はその練習以外のピアノはすごく楽しいと言いますか、練習をすればその分あの結果がついてくるっていうことを、しっかりと教えてくださる先生だったので、そうです、苦痛っていう風につながることはなかったですね。すごいね、なんか本当に天然にそうなんですすごく周りに恵まれてきましたね。すごいですね。そうですか、本当にもうありがたい限りですね。そうか、それで、じゃあ小学校から中学ずっとやられていて、はい、普通に中学とか高校も普通 の中高に進まれたんですか。中学校は、普通の中学なんですけど、高校は一応音楽学類っていうものがある高校に進みまして、岡山城東高校っていう、私岡山出身なんですけど、岡山城東はその1年生の時はみんなと同じように基礎科目を勉強させられるんです、ですけど基礎でそこでまあセンターも受けないといけないので音楽科、
なので、そこで学んでおいて2年生、うん、3年生になったら、まあ、専門的なピアノのものですとか、うん、あとそうですねソルフェージュとかいうその音楽の聴かないで、勉強する楽典のようなものを、専門的に学ぶ授業も入っていたりしまして、そうですか。じゃあ学校で結構そういうずっと、はい、練習とかそういうことをずっとやられてたんですか？あ、そうなんです。結構そうですね、その朝始まる前7時ぐらいから学校行って練習することもありましたし、で帰る前もそうですね、練習してから帰った方がそうですね、他人の目があるので、あの練習がはかどるっていうこともありましたね。なるほどね。はい。そうなんだ。はい、結構あの音楽をやる方っていうのはその練習する場所っていうので結構苦労するじゃないですか、音が出るから。あ、そうです ね、あの特にああいうなんだろう管楽器なんかは本当にね皆さん練習する場所苦労してると思うんですけども、そういうのってないですか、なんかこう練習する場所とか時間帯とか何か。今ですか？今は私あの音出しカーのところに住ませていただいてまして、本当にこれもあの本当にいろんな偶然が重なって、借りさせていただいてるんですけど、もうあの何の防音もない部屋なんですけどね、ここが、あの下に大家さん住んでらして、まあ、あの全然いいですよっていうふうに優しい言葉をかけていただいて、朝そうですね7時ぐらいから10時ぐらいまではいつ行ってもいいですっていうふうに言ってくださっていて、でもあのすごく稀だと思います。大学、そうです、大学の近くに、京都芸術大学出身なんですけど、そこ あの近くだと大体8時から10時、遅くても11時までの音出ししかできないので、そうですね、朝が結構8時から弾ける物件に住んでるのは私ぐらいだったんです。あ、そうですか。みんなそうです、10時ぐらいからじゃないとあの弾けないような子もたくさんいたので、試験が早い時とかちょっと困ったりとか、コンクールが近い時とかっていうのはなかなか、ね、学校で自由に使わせてもらえるっていう時間がなければなかなか難しい条件ではあります。あ、なるほどね、そうですか。それでまあね、ずっと高校でもいろいろとそうやって勉強されてて、はい、大学の方は京都に移られたんですかね。あ、そうなんです、これはどういうきっかけで京都に行こうかなと思っていたんですか？そうですね、まずあの私都会の喧騒がちょっと苦手なタイプで。そうなんですか。そうなんです。であのどちらかというと、まあ、こういうあの、まあ、よく言えばおっとりと言いますか、まあそうですね、あのすごくマイペースなところがあるので、そういうところを、よく見てくださる、まあ、少人数制の学校っていうこともありますし、一人一人にきちんと行き届いている、大学っていうのを探していて、なるほど、やっぱりそう考えたら、京都芸大すごくあの私に合っているかなと思って受験しました。あとはもうあの上野誠先生に習いたいなっていう気持ちが強かったので、ああ、そういう先生が ね、いらっしゃってね。あ、そうなんです。なるほど。本当に運よくあの習わせていただけて、本当に幸せな4年間でしたね。あ、そうなんですね。はい。いや、なんか本当に片山さんのお話伺ってると、すごくなんかこう、はい、屈折することなく天真爛漫に育ってたっていうか、言ったらちょっとおこがましいんですけど、そんな感じがするんですけどね。なんかあの片山さんがあの演奏されてた YouTube を僕拝見した時に、なんかなんていうのかな、その細かい専門的なことは僕わからないんですが、なんとなくこう華やかな感じがしたんです、音楽の仕事で、ね、本当ですか、嬉しいです。なんかこう、そうですね、あの一つ一つ その音の調べっていうのがすごく華やかだなっていうふうに感じて、それがなんかこうやっぱり片山さんのキャラクターとかなんていうか方向性みたいなものが音に現れてるのかなっていう気もしたんですけども、あ、そのあたりはどうでしょうか、本人に聞いてもらってもいいですか。あ、いい。でも、多分性格の問題もあると思うんですが、特に、あの今回この感染症の中で、撮影収録させていただいてるっていうことは、何かこうその中に希望を込めたいですとか、安らぎですとか、何か誰かの希望になるような明るいものを取り込みたいなっていう思いがすごく強くあったので、
それは汲み取っていただけてすごく嬉しいです素晴らしいですね。やっぱそういう思いがあって、そういう思いの中で演奏していたんだ、はい、そうですね、もうその時その時思うことは全然違うんですが、やはりこの半年間はもうその思いが色濃く演奏に出ていったんじゃないかなと思います。なるほどね。そして今の話もちょっと僕面白いなと思ったのは、例えばそのね、はい、その片山さんが同じ曲をね演奏される際でも、はい、その時々によって自分の例えば思いとかメンタリティとかその弾き方に反映されて違うことってあるんですかね、はい、つまり同じ曲を弾いても違うっていう、全く違うんです。嘘みたいなんですけど、全然違うんです。人によって演奏が違うのとは、当たり前だと思うんですけれども、うん、自分一人で弾いてるはずなのに全然違うんですよ、ね。あ、違う。そうなんです。その日の日記になるぐらい、毎日練習中の動画とか撮ったりするんですけど、この時、こういう出来事があったんだろうなっていうのが、うんうん、曲の雰囲気から汲み取れるような、うん、そのぐらい結構変化があります。あ、そういうもんなんですね。そうですね。なので演奏家の方って CD 同じ曲を何枚も何枚も出されてたりするんですけれども、うんうんうん、多分そういう年によってもまた違ってきますし、経験してきたことによっても違ってくると思うので、うんうん、そういった意味でたくさん同じ曲を CD 収録されていると思うんですね。なるほどね。そういうこともぜひこれから、うん、で、この曲片山さんの別の演奏家で聞いたことあるからいいやっていうじゃなくて、うん、この時の片山さんとはまた何か違うんだのかなっていうのを楽しみに聞きに来ていただくのも楽しみの一つかな。なるほどね。まあだから本当にその一回性っていうか一期一会っていうのライブのその時しかできないものっていうのが表現されるってことっていうことですよね、はい、そうですね、うん、なるほどね。それは面白いですね。なんかね本当に片山さんのお話いろいろと面白いなっていうふうにこう思うんですけどもちょっとね時間的なこともありますので、これ一旦ねその第1部はここで一旦終わりにして、はい、第2部っていうことで後半でね、はい、またいろいろお話を伺うって形でもよろしいでしょうか。あ、はい、大丈夫です、はい、じゃあね一旦ちょっとね切らせていただきますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。